こんにちは、もていかずやです。私の作った黒カビ剤、黒木真白が先日発売となりました。ありがとうございますで。実際にですね、私使いました。お風呂の蓋の黒カビ落としに使ってみて動画も撮りました。で、今回はその動画を見ながら使い方も含めてその洗剤の解説をしていきたいと思います。では、ご覧ください。どうぞ。 ははいいででやっていきますすこれが黒木真白ですね桜の時期にちょうど発売になりましたので桜のデザインにしてみましたえー、と木っと黒き真白というのは、えー、商品名なんですけれどもあのもともと本色がですね黒カビのえっ、ー、と黒カビじゃないや木部の黒カビ鳥に、えー、使うことができる漂白剤ということで黒い木が真っ白になりますという意味で 黒木真白という商品名にしました。これがですね180グラム入りですが、これ以外にも20グラム入りと1キロ入り、4キロ入りがあります。はい、先にですね、えー、希釈液を作っていきますね。く黒きマシロ、十と見えますけれども1グラムですね。1グラム入れて水を50グラム、50グラム入れてよく 完全に溶けるままでかき混ぜます塩素系はお湯じゃなくてですね水で溶かした方がいいですねでこれが我が家のお風呂の蓋の黒カビですねこれにつけてテストしていきますねでゴシゴシやらずに、えー、つけおいてどのぐらいで取れるかっていうところを見ていきました 早送りで進めていきます徐々に徐々に薄くなっていってますよねで完全に取れたら拭いて終わりましたはい綺麗になりましたはいいかがでしたでしょうか皆さん塩素系漂白剤っていうと液体をイメージすると思うんですけれどもこの黒きま白は下流なんですねうんそこがまず大きな違いの一つです なぜかというと塩素材がそもそも違いまして皆さん普段お使いの塩素系漂白剤は次亜塩素酸ナトリウムというそもそも原料自体が液体のものなんですねでこの黒き真白はもう原料自体がもうそもそも固形なんです、うん、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムというものですねそういった塩素剤ですねであのまあ下流にすることでまず安全ですよ 液体は飛び跳ねありますからねね、うん、飛び跳、ね、でポンと跳ねて顔とかにつくと危険じゃないですか、まあ、その心配がまずないあとはですね散々言ってきましたけれども液体のジェインソンナトリウムは塩素が飛ぶんですよとにかく飛びやすいんですよでもこの下流タイプは全然飛ばないですよ全然というと嘘すになりますけどももう長期在庫できます1年ぐらいしてもほとんど飛ばないですね そういう部分ではあのいいですよね、うん。で、一番の特徴。液体のものはアルカリ性なんですよ。で、このジクロロはですね、なんと中性ですよ。塩素でも、塩素なのに中性なんですね。だから、木肌、木部のカビ取りにおすすめなわけですね。うん、あのー 例えばヒノキ風呂とか木の桶とか椅子とかにカビ取り剤を使うと、まあ、普通の液体のタイプのですよあの使ってこられた方なら分かると思うんですけれども、あのー、だ,んだ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 ん使ってくると白くなってくるんですよ木肌がでその次ですね繊維が毛羽立ってきて水に濡れるとぬるぬるしてくるんですよ、うん、そうなっては例えばヒノキ風呂なんかヒノキのいい香りが もうしてこなくなりますし、何より危険なのが、あれですよ、ぬる、ぬるぬるするので、あの、ヒノキ風呂だとですね、滑って転んだりする場合もあるんですよ。特に注意しないといけないの、高齢者ですよね。うん。まあそういった、でもそうとはいえ、カビ生えやすいじゃないですか、木部のお風呂は。なので、 まあおすすめなんですよね。中性なので、木が傷まないので、そういった白くなったり、毛羽立ちを極力防ぐことができるというのが、この黒き真っ白の特徴です。もちろんですね、普通のお風呂にもおすすめですよ。うん。使いやすいですし、あと塩素臭が少ないです。うん。次亜塩素ナトリウムよりも塩素臭が少ないです。あの、今回、 50倍液でこう匂いを嗅いでみましたけれども、本当にないなってつくづく思いました。で、塩素濃度が高いんですよ。黒き真白は有効塩素濃度が60%もあるんですよ。すごくないですか。で、液体の次自然酸ナトリウムは、原料自体マックス高いものでも12%なんですよ。で、一般的な、 うんと、塩素系漂白剤だと、まあ、5、6%というところですよね。で、スプレータイプのカビ取り剤になりますと、まあ、0.5とか0.6%になりますけどなります。なので、いかに、この60%のものが塩素濃度が高いかと、いうことがお分かりになると思いますよね。で、溶解して使うので、もちろん塩素濃度、その溶解した分で減りますけれども、まあ、濃く作れば、まあ、今回50、 倍でしたけれども,もっと濃く溶かせばですね、もちろん汚れ落ちが良くなるわけですね。はい、今回50倍だったんですけども、もっと濃度を濃くして試したいと思いますっていうのもですね、倍速でさっき見てもらったじゃないですか、こうつけてるシーンですね。あれですね、3時間以上、うん、実は使ってるんですよ、時間。 最初1時間ぐらいで落ちるのかなと思ったんですけども、3時間かかりましたね。で、スマホのですね、スマホで撮影したんですけれども、電池がなくなっちゃって、完全に白くなるまで撮れなかったんですよ。で完全に撮れたところまでだったら 4, 4時間ぐらいかかってますね。うん。でも、演素濃度を濃くするとそんなかからないんですよ。なぜかっていうと、塩素濃度かける時間、この合計数で決まりますからね。 今回は、えー、っと50倍希釈かける4時間ですよねでここの合計数が同じであればこっちの濃度を濃くして例えば10倍にして時間を縮めてもですねいいわけですよ、うん、まあそういうふうな塩素濃度を濃くしてあげて短くするっていうような使い方もいろいろ要領に応じて 塩素濃度をですね調節できるっていうのもこの黒き真っ白の魅力だと思いますはいあのー、いろいろ試していってまた皆さんにご報告していきたいと思いますはいということでこれで終わりますありがとうございました